株式会社ロイヤルホリデーは、福岡県福岡市に本社を置く旅行会社。富士登山、ゴルフパック、テーマパーク等へのバスツアーを主力とする。以前は、大阪府大阪市に本社を置いていた。社団法人全国旅行業協会会員。子会社として株式会社ロイヤルバスがあり、本校ではこれについても扱う。2013年7月まで、ツアーバス。 ロイヤルエクスプレスを主催していた。同年8月1日より新高速乗り合いバスに移行している。旅行業の他に2018年3月まで外食事業として高速バス待合室併設型のカフェレストラン、バスストップカフェの運営も行っていた。西鉄久留米駅東口停留所で客扱い中のロイヤルバス2013年7月まで都市間ツアーバス、 ロイヤルエクスプレスを主催し、日本各地に展開していたが、2013年8月1日より、都市間ツアーバスが乗り合いバスに移行したため、子会社としてロイヤルバスを設立し、以下の路線を運行している。以下は乗り合いバスとして運行開始後に廃止、休止となった路線。ツアーバス時代は、福岡市、天神や東京ディズニーランドにも乗り入れていた。また、 末期は、埼玉県のエポック観光、千葉県のオートウィル、大阪府の大北、千尋キャリーネット、福岡県の富士観光バス等、初期は、福岡県のテクノ観光バスや、新北九州観光バス、笹栗観光バス、中川観光バス、大分県のヤクモ観光などに運行委託していた。その他にも栃木県の彩り系観光、鹿児島県のアイラ観光、ア交通、 京都府の平安バスなどにも運行委託した時期がある。ロイヤルエクスプレスのサイトでは、ウィラーエクスプレスの予約発見も取り扱っているほか、楽天トラベルなどでも予約を取り扱う。福岡エアポートアクセスバス、福岡空港と福岡市市街地の博多駅地区、キャナルシティ博多、天神、100道を結ぶ路線。福岡空港アクセスリー便性の向上を目的として、 国家戦略特区の特例を活用し、2017年4月27日より運行されている。福岡市を中心に観光、インバウンド事業を行う株式会社ハーツと連携している。7往復の運行。うち3.5往復は福岡空港ヒルトン福岡市移行区間を直行するダイレクト便。運賃は福岡空港福岡市中心部間が500円。 福岡空港ヒルトン福岡市ー区間が通常便700円ダイレクト便1000円であり、並行する西鉄バスや地下鉄に比べ高額に設定されている。大型ハイデッカー車の専用車を使用する。2020年3月17日より新型コロナウイルス感染症の流行のため運休中である。ありがとうございます。